さっさと始めろ、グズ野郎。今のうちに休んでおこう。負けない。なんですか。あ、ごめん、気にしないであげてくれるかな。新兵の匂いを嗅ぐのは彼の癖なんだ。気にしないでと言われましても。悪意は全くないんだよ。黙って嗅がせてあげれば気が済むから。感情に任せれば早死にする。おい、
人類の未来のためだ。ほう。ほう。戦ってこそ兵士だ。ほう。
感情に任せれば早死にする。佐藤、私にお話があるとか。エルヴィン、君に確認しておきたいことがある。調査兵団の方針については今までと変わりないかね。はい、ウォールマリア奪還のためシガンシナクへ至るまでのルートを模索中です。ウォールマリアへ大部隊を送るにはどの程度の労力と時間が必要だ。少なくとも1000人以上の兵の犠牲と20年の歳月が必要でしょう。なんとまあ20年後か。老いぼれには長すぎる期間だ。体制も大きく変わっていくだろう。今は偉そうにふんぞり返っている連中もその頃にはとんでもない集体を晒しているかもしれん。はい。つまりだ、その頃には私も総統の座にはいないだろうな。現実的な数値でないことは承知しています。いや、皮肉で言ったのではない。その頃には君や憲兵団のナイルのような世代がトップを務めるだろう。とはいえ私もくたばる前にやりたいことがある。おいてもなおな。
焦れば命を落とす。ほう。キッズ、お主もたまには羽目を外した方がいい。今夜飲みにでも行かんか。はあ、謹んでお供します。自分も行っていいですか。いいぞ。だが男三人というのも花がない。リコ君、お主も来るか。わしのおごりじゃ。私は構いませんが、よろしいのですか。美女におごるのなら大歓迎じゃ。美女。じゃあそういうことで、今夜はパーッと行きましょうか。ああ、酒場中の瓶を空にしてやろうぞ。指令はあまり無茶なさらないでください。体を壊されては困ります。なんじゃ、ノリが悪いの。今夜くらいはいいじゃろな、あキッズ。いえ、彼女の言う通りかと。ん、手厳しいの。まあ仕方ないか。飲みすぎでくたばるなんぞ、わしも本意ではない。せめて戦場で死なんことには、先に死んでいった他の兵士に顔向けできんからの。司令。おっと、湿っぽくなってしまったか。早々に明日へ向けて英気を養うとするかの。え、ということは今日の仕事は終わりじゃ。酒場へ繰り出すぞ。はいはいはい。巨人が怖くて兵士が務まるかよ。次の任務は。おお、どうも、ピクシス司令。おお、お主か。訓練兵団の教官の仕事はどうじゃ。楽とは言えませんな。抜け毛が増えたのもそのせいか。頭頂部がわしと似てきたようじゃ。おたわむれよ。時にエルヴィンの様子はいかがです。最初は噂通りの堅物かと思っておったが、それだけの男でもないようじゃ。ええ、政治や謀略が苦手だった私とは違って、恐ろしいまでの知略を備えた男です。人類の未来のためならば手段を選ばず、非情な判断を下すことも厭わない。失礼します、ピクシス司令。エルヴィンか。今ちょうどお主の話をしていたところじゃ。キース団長。いえ、失礼。今はキース教官でしたね。久しぶりだな。元団長がお主を褒めていたぞ。希代の知恵者じゃとな。買いかぶりです。私には博打しか能がありません。おやおや、全く食えん男じゃ。ええ、だからこそ調査兵団を束ねられる。エルヴィンに後を任せたのは正解だったようです。
やっぱり3人とも立体軌道がうまいな。僕じゃついていくのがやっとだよ。先輩方に比べればまだ未熟だ。にしてもエレンは実戦の中でさらに上手くなってる気がするぞ。俺やベルトルトもうかうかしてられねえ。訓練兵の最初の時なんて宙で逆さづりになってたのにな。あれは装置が破損してたからだろ。それにこんなんじゃまだまだダメだ。巨人を駆逐するにはもっと強くならねえと。エレンはブレないな。僕も見習いたいよ。俺たちにも曲がらないものがあるだろう。戻れなくなった故郷に帰るんだ。ああ必ず。僕も三人みたいに強くならなきゃダメだな。こんなんじゃ夢を叶える前に死んじゃうよ。前に話したよね、外の世界を探検したいっていう夢。まず海っていう大きな水たまりを見てみたいんだ。そうだな、みんなで頑張ろう。俺は巨人を駆逐してアルミンと一緒に外の世界を探検する。ライナーとベルトルトは故郷に帰る。全員で叶えるんだ。おう、そうだな。残らず駆逐してやる。さっさと始めろ、グズ野郎。
Thank you.
人類の未来のためだ。
っ。